道の駅演山橋は、長野県飯田市にある国道152号の道の駅である。2005年9月17日に、旧南品野村が運営していた施設を整備し、道の駅に登録したものである。演山下月祭りの銅像。湯立てを模した陰線もある。後方の建物は、神楽の湯。2009年撮影。用となる入浴施設。 カグラの湯は2000年3月にオープンした、源泉掛け流しの日帰り温泉施設で、円山産のヒノキと杉を使った、純木造の建物。正面には、下月祭りのか、クラブ体を模した銅像が出迎えてくれる。泉室は、アルカリ性登頂性高温泉で、源泉温度43.1度、使用温度40.5度、pH8.51。全国的にも珍しく、 同じ飯田市内や稲谷地域でも他に類を見ない天然泉である。引用も可能で、異様臭と強い塩味のある、独特の湯は消化器系の疾患や糖尿病などに効くとされている。その他入浴施設内には休憩所、食事所、売店を兼ね備え、下月祭りの写真や面と呼ばれる祭り舞台で、被る、お面などを展示している。春から秋は10時21時。 冬場は11時21時までの営業で、木曜定休日。入浴料は大人600円、小人400円ながらも、露天にサウナ、寝湯など、設備の充実した大型浴場である。男湯と女湯で浴室に、若干の違いがあり、週1回水曜日の見入れ替えを行っている。また、道の駅施設内には、浸水公園の他地場特産物販売所、熊伏、 地元の山肉加工販売会社が経営する山肉料理専門店、もといえ、地域観光情報案内所、アンバマイ館が併設されている。年間の来客数はおよそ10万人で、そのほとんどを愛知県、静岡県の3県地域が占めている。2011年11月、神楽の湯を運営する飯田市南品の新高校舎は、温泉水を用いたトラフグの養殖を開始した。 これは2008年から温泉トラフグの養殖を成功させている栃木県中川町の企業、夢創造と提携し、その指導を仰いで過疎地域の産業振興に生かそうという試みであり、中川町の温泉水同様の塩化物泉である東山号の温泉水はトラフグの養殖に適しており、かつ温泉の塩分濃度が海水より低い0.73%は、 トランフグの生育にストレスを与えず、毒を生成しないという利点を持つ。2012年からは不定期に試食会も行われ、2014年からは毎月1回試食会が開催されている。この試食会は多くの意見を養殖に活かすためであり、予約を行えば一般人でも出席可能となっている。2020年1月末、メンテナンスのため1ヶ月の休業を行ったが、 源泉ポンプの取り替え工事中にポンプが地下深度の源泉内に落下する事故が発生した。この事故により営業再開ができなくなり長期休業を余儀なくされた。さらに赤字続きの経営難を理由に新興校舎が経営から撤退。4月から言い出し直営となった。7月、市は井戸水を汲み上げ若し湯とする方法で入浴施設のみ営業を再開。食堂、 売店の営業再開や、源泉取水の復旧については全く目処が立っておらず、源泉の供給停止のより温泉トラフグの養殖計画も頓挫した。温泉水が供給できず、露天風呂の閉鎖やかけ流しでないことなどから、経営再開後の入浴料は、大人400円、小学生200円に値下げした。日帰り入浴施設、神楽の湯。 長野県公共事業評価監視委員会による調査、温泉水で、フグ養殖 ?2011 年11月12日、温泉育ちフグスクスク成長2012年3月19日、温泉で、試験養殖のフグ、飯田、南市なので、毎月29日に試食会2014年2月18日、温泉復活へ、地域一が2020年6月24日か、グラの湯、 寝下げ飯田市出7月再開、温泉提供できず2020年6月16日、東山豪間公共協会公式ページ2008年2月に、茶どころを食事どころ、お茶の子7として改装したが、赤字経営などから翌2009年10月に、地元の山肉加工販売会社、星野屋によって食事どころ県居酒屋として、リニューアルオープンした。バス停留署名は、神楽の湯である。 ありがとうございます。